テオファノは、東ローマ皇帝ロマノス2世の皇后、皇帝バシレオス2世、コンスタンティノス8世及び、キエフ大公妃、アンナの母親、ロマノスの死後には、ニケフォロス2世フォーカスの皇后となり、同時に、ヨハネス1世ツミスケスの愛人となった、絶世の美女として伝えられ、東ローマ帝国史上最大の悪女とも言われている。テオファノの蘇生はよく知られていない。 酒を売っている親から生まれたという記載が年代記にあることから居酒屋の娘か武道主商人の娘だと解釈されている。本名はアナスタソといった庶民の娘であるテオハノがどういった経緯で交代誌であるロマノスと知り合ったかは不明である。このため様々な空想がなされており、ある歴史小説は狩りの途中で瀕死の重傷を負ったロマノスがテオハノの父の家に担ぎ込まれ、 そこでテオファノに解放されたとしている。また、東ローマ帝国では、皇太子妃をコンクールで選ぶことがあったのではないかとされており、テオファノの場合もそれであった可能性もある。956年前後に正式にロマノスと結婚し、その際にテオファノと改名した。なお、ヨハネススキュリテスの年代記によると、当時はロマノスの父。 皇帝コンスタンティノス7世は、レカペヌス家から、聖帝の地位を取り戻して以降、生まれや功績による民間や昇進を嫌がっていたと記している。また、ロマノス2世は婚約していたイタリア王、ウーゴの娘が死去した後沿いとして、テオファノと婚約した。959年に急死したロマノスの父、皇帝コンスタンティノス7世は、テオファノが毒殺したと噂された。 しかし、コンスタンティノスの死因は熱病であるし、毒殺の証拠もない。政治に興味のないロマノスは、妻の言いなりで、何年もテオファノの操り人形であったとも言われている。遊び好きの夫、ロマノスを支えてきたのが、父ミカド時代からの重心である宦官,官の、ヨセフ・ブリンガスと、名称ニケフォロス・ホカスであった、バシレオス2世、コンスタンティノス8世という四次を生み、 宮廷の女主人となったテオハノは目障りだった。小住留めたちを修道院へ追い払い、さらには修留めである皇太后へ、レネも修道院へ入れる、ようロマノスに意見した。ロマノスもさすがに、これには聞く耳を持たず、修道院へ入った妹たちに対しても宮廷にいた。時と同じ生活ができるよう配慮したが、ヘレネは娘たちの不幸を嘆いて病死した。これは、 間接的に、テオファノがシュートメを殺したようなものであった。ちなみに、ヨハネス・スキュリテスの年代記では、ヨセフ・ブリンガスと対立関係にあった交代号へ、レネの異母帝であるカンガンバシレオスレカペヌスは、ロマノス2世の次男コンスタンティノスの、寝室管理長官であったと記している。963年3月15日、ロマノスは復活祭の最中であるにもかかわらず、 道もないような山奥へ狩りに出かけ、その最中の事故により26歳で急死した。再び、テオファノが毒殺したのではと噂されたが、夫が皇帝であったからこそ彼女は思うままに、振る舞えたのであり、仮に毒殺しても何の得にもならないので、その可能性は低い。しかも彼女は、娘、アンナを出産したばかりだった。夫の死後、まだ幼い息子たち。 5歳のバシレイオス2世と3歳のコンスタンティノス8世が共同統治帝として即位し、テオファノはその摂政となった。しかし彼女には当時強大な権力を持っていた軍隊に対する影響力がなかった。軍隊は帝国中央軍、スコライ軍団の長官である将軍ニケフォロスフォカスを皇帝として支持し、彼は幼い皇帝たちの貢献になるとして、 同年8月15日に、コンスタンティノープルへ入場。バシレオスレカペヌス等の協力もあって、ロマノスの長身で観岸のブリンガス派を、紫外線で制圧し、彼は、ハギアソフィアで正式に退官した。そして彼は、自らの行為を正当化するため、前の皇后、テオファノと結婚した。964年に、ニケフォロス2世イフォカスにより行われたキリキア遠征に、 子供らと共に従軍し、ドリズイオン要塞に泊まった。ニケフォーロスは、テオファノの子供たちの守護者となり、彼なりに、年の離れた、美しい妻を愛していたという。しかしテオファノは、有望な軍人であり、敬虔なキリスト教徒である、堅物の夫を嫌った。彼女は、全部ロマノスの死で失うはずだった自分の地位を、保全するために、ニケフォーロスの妻となったのだった。やがてテオファノは、 若く実績がありながら、ニケフォロスに礼遇されていた将軍、ヨハネス・チミスケスと愛人関係になった。二人は、ニケフォロスの暗殺を計画し、それを969年12月10日から11日の夜中に実行した。テオファノの手引きで宮殿に乱入した、ヨハネスら暗殺者らは、眠りについていたニケフォロスを刺し殺した。その後、ヨハネスはすぐに、宮殿の大広間の玉座に座り、 皇帝となった。新皇帝、ヨハネスの妻となることを疑わなかったテオファノは、無残に彼に裏切られた。コンスタンティノープル総主教ポリエウクトスに暗殺者を皇帝として退官させることはできないと退官式を拒否されると、総主教に逆らえないヨハネスは、テオファノを暗殺の首謀者として告発し、宮廷から追放させたのだった。ポリエウクトスは、この措置に満足し、 大冠式を司った。ヨハネスは、テオファノが修道院へ追い払ったロマノスの妹、テオドラを皇后に迎え、マケドニア王朝との遠赤関係を結んで定位の正当性を確保した。テオファノは、コンスタンティノープル沖に浮かぶ、プリンキポス諸島へ流された。ところがしばらくして脱出して首都へ舞い戻り、ハギアソフィアに庇護を求めて駆け込んだ。総主教ポリュエクトスは、 テオファノの身柄をヨハネスに引き渡した。会えば、以前の関係に戻るという期待があったのかもしれないが、ヨハネスは彼女に冷たくサイドの流刑を言い渡した。親衛隊に捕まったテオファノは、ヨハネスを罵り、自分を拘束している自重らに体当たりしたという。テオファノは、アルメニアへ流された。ヨハネス一世が976年に急死した。原因は、 テオファノが自らを裏切ったヨハネスに復讐したという説もあるが、当時彼女は流刑先の修道院に監禁されていたので事実ではなく悪女、テオファノというイメージによる想像に過ぎない。成人したバシレオスとコンスタンティノスの本格的な知性が始まると、テオファノは息子バシレオス2世によってコンスタンティノープルへ呼び戻されたが、その後の動向は一切知られていない。 ありがとうございます。